これは一生忘れないライブになるだろうなと思って、みんなありがとう。やっぱり今回のツアーでみんなと結構仲良くなった気がして、本当に嬉しかったです。毎回毎回はい、バーです。BOA で。すごく手間じゃん。あ、これかわいいよね。ここにスパンコールがありました。あら、かわいい。惜しい。初めて見た時正直泣きそうでした。はい、何かがすごく派手だったり、なんかキャラクターとかが出てきたりとかじゃなくて、普通にリボンがポンと出てきて、で客席を回って、でまた大きいリボンっていうか、そういうのが普通にこう天井をこう、なんていうんですかね、こうスラーッといてるだけなんですけど、なんかそれがこうすごく純粋な気持ちになれる。降りて前、降りて前出てきて、ここからそのみたいから真ん中に行って、えつら出てくる。ここから、ここからずっと一緒。うん、はい、じゃあそこから、はい、音はそこから、はい、お願いします。説明短い時のよ、だよ、それで噛みて、だん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 。今日のミニチュア3月の14日ホワイトデーなんですけど、誰も会いに来れないよね。ねえ男性、今日ホワイトデーだよ。あげてないからくれないんだって。ブラボー。めてあれ、あれあれ、チョコボール、チョコボール。どこで買ってきた？今おっと、やったー。超無理やりね。いや、食べる。上に押し上げてください。ちょちょちょ、違う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 。チョコボール初めて、初めて初めて。こんなにこう上に出されて、こっちこっち、こっち。あー、そっかー、知らなかった。押し上げてください。どう？違う違う、あのね、寒いと思って本当にはここをした方の。でも寒いからこれを着たらクリスマスみたいなね。ね、もうクリスマスだね。で、これもしたらどうなるの？超あれだよ。Thank you.
聞こえないです。いいものにしてるから聞こえない。ジュエルソングのあのドレス、あれ結構気に入りましたね。なんかシンデレラっぽい感じがして結構嬉しかったんですけど、うん、ああいうのを着るのって初めてじゃないですかね。後ろ姿がドナルドダックみたいでしょ。ちょっとあの着るとこいい、はい、衣装で、この衣装で着るとこ見ましょう。ベストだし、ちょっとじっくりと聴かせてあげたいという曲もたくさんあったので、そういう聴かせるこうライブと、あとやっぱりアリーナツアーなのである程度のこう派手さとか、あとはやっぱりこうマジックを初めて挑戦してみたり、イリュージョンだったり、あとあのパレードとかも、だから客席のこうなんて言うんですかね、アリーナ席じゃなくて周りのこう2階とか3階の皆さんにも近づけたいっていう気持ちもあったので、そういうこうちょっとしたイベントとかがありましたね。ここでみんなに会えるんだっていうウキウキな気持ち、あとやっぱり緊張感があって、福岡の1日目は本当に緊張してましたね。なんだろう、こう1年ぶりだし、あとリハとかも大変だったし、だからこそもっと緊張したかなとも思うんですけど、結構その時は緊張してましたね。ちょっと殺到機を押しますね。
アンコール T シャツです。みんなの名前を名前付けです。ただのツアー T シャツにつけてるんですね。そうだ、そうですね。なんかこうイリュージョンっていうことなので、甘さと辛さじゃないですけど、これ赤とかはちょっとこう実はジャンヌ・ダルクの戦いの服じゃないですけど、そういうのをちょっと意識したりとか、やっぱこの辺はもう徹底的に甘く特注な感じで考えています。この辺も割とこう中世の現代版みたいな、全体的には足が出るように今回ホットパンツで潔くやってみました。これはもうメリクリなんでお約束で、でもこういうところにやっぱりちょっとミリタリーとか中世のイメージ、これとかだと、ちなみにこの生地はメーター15万ですこれは今迷ってます制作日数2週間ぐらいすいません頑張ります、はい、とにかく楽しくも飛んでいこうと思って、弾けていこうと思って、でリハの時にやっぱり通しがあるんじゃないですか、ちゃんとした本物のセットで衣装もちゃんと着てて、で歌って、でその時に本当に全力でどこまでいけるのか試してみようと思って一回やってみたんですよ。意外とできるもんだなと思って、でそういうなんか計算をしないで、もう本当に自分が精一杯一曲一曲をこう全力で歌えるようになったっていうのは、やっぱり自分の体力に自信が出てきたっていうのと、ライブを本気でこう楽しめるようになったっていうのと、あとはやっぱり経験ですかね。明日は初日になります。一つよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。
ありがとうございます。まだ寝ぼけてます、はい、今日はなんと雨らしいですね。ちょっと微妙に降ってた。本当にすごい雨女っぷりです。気合入れて、はい、行きましょう、はい、せーの、頑張ります。なんか緊張してきたし、ジャンザルク頑張るぞ。ジャンザルクその通り。あっドキドキしてる、ドキドキしてる。すごいよね。いや、早く早く出ようよ。毎回本当に緊張してんの？毎回。あ、でもでも緊張感ないと失敗するから。まあそれはそうですけど。それはそうですけど。社長と部下みたいですね。お願いします仕事を始めてあんだけ大きな事故は初めてだったので、正直テンパっちゃいました。焦ったし、あと初日ですよ。
るときに転んじゃって、引っかかっちゃったんですよ、セットに。で、やられて、ちょっと出るの遅かったもんね。ごめんね。大丈夫、全然元気。声は出るから。オッケーオッケー、全然。ね。すごい焦ってて、後ろで。もう、早く出たいんだけど、痛いから、出れないかもと思ったんですけど、でもやっぱり待ってくれるみんなもいるし、今日は、絶対最後までやってやる。もう、絶対やってやる。大丈夫、全然。ボア子強いから、大丈夫です。なんかね、もう足が痛いだけ、痛いっていうことで、みんなにね、せっかく来てもらったのに歌を聴かせてあげられないということは、ボア的にも理解いかないし、ありえないと思いますので、最後まで頑張っていきますので、皆様ぜひ楽しんでもらえてください。それでは次の曲聴いてください。みんな心配しないで。よし、行くよ。Everybody say power, power, ho ho ho。ありがとう。確実に私の未来を巻き込んで。走り出した君の手を掴んだ両側から燃える花火みたいだった視線も剥がせない Oh, step in, step in, baby どうして出会えたのどうして渡したい I fall in love with you やっぱり自分も自分の見どころって踊りと歌だっていうのは分かってるからでもその分の 50% の踊りがなくなるっていうことはやっぱり大きいんじゃないですかこれ本当治るのかなと思って正直ちょっと悲しかったですねいや向こうに普通は向こうの OK で全員スタンバしてアンコールスタンバ入りますで動きなくて全部スイッチしたら全部1回にします今のやりましょう、はい、じゃあ行きましょうお願いしますはいバンドメンバースタンバイありがとうございました。
とう。ほら、やってやるって言ったじゃん。なんかみんなに感動したし、自分に悔しかったのもあったんですけど、でもその分応援してくれるみんなにすごく感謝して、なんかみんなに感動しちゃって私が泣いちゃったんですけど、まあ正直なことを言うと結構でもある意味特別な意味で本当に幸せでした。いよいよ代々木です。足は痛んでますが頑張ります。よしよし行くぞ行くぞ、はい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 。わあ最高最高最高チャンネル最高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 。頑張っていくぞ、せーの。1年ぶりですね。みんな元気？4年目でやっとシングルオリコンウィークリー1位を取りました。ありがとダララ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 
はい、フリーハートは、今キースの確認で OK なので、このままステージは BIO を行います。 BIO スタンダードお願いします。一番気にしてるのが足だよね。足そう、若いから治るのが早くて現実的な顔もあるんですけど、そうじゃない部分もあるんじゃないですか。みんなが1万人以上の人たちが同じところで同じ時間を過ごせて、で自分の楽曲で楽しんでくれてるっていうのがやっぱり夢みたいな感じがしてて、私すっごく楽しいんですけど、みんな楽しい？アンコールをもっと盛り上げていくからね。もっと盛り上がって。桜すごいね。まだ咲いてます？落ちてない？じゃあ帰り花見でもどうですか皆さん。みんなありがとう。今日すごく楽しかったです。はい、ありがとうございました。川ではない。あ、広い。まもなく、全体リハーサルをスタートします。エネルギッシュだね。かわいい。かわいいんだけど、すごくパワーがあって。あとプロフェッショナルだってすごい。うん、プロフェッショナル。王林校。
それ面白いですよ。年寄り。ゴー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 余裕だじゃあ、もう一回一年ぶりですよねほんま、ありがとう一人一人のお客さんの顔がそんなにはっきり見れるということは今回初めてだったのでなんか嬉しいし自分のファンともっと近くなってきた気がするし結構嬉しいですね乗ってる自分も大阪無事に終わりました楽しかったですよっよっよっ、これでやっと半分乗り越えました明日、まあ、映像撮影だし楽しく盛り上げていきたいと思いますではボアはホテルに帰って寝ますお疲れさーんお買い求めくださいすごい匂いですいい匂いすごいインドっぽいですけど風上マモーティーマモーティーマモーティーマホーティーマホーティーですねなんか喉をカバーしてくれるんですよやられました可愛くて細いなっていう印象がありましたなんか年がすごい離れてるんだけどすごいしっかりしててこっちがこうあなんかもっと学ぶものがいっぱいあるみたいな彼女に学んでることが結構いっぱいあってすごい勉強になってます
12人人数多いんですごい最初大変だなと思いますけど、楽しく本番やっております。舞台に立つとすごいなんかエネルギッシュな感じで感動しました。またやれたらいいなと思います。超元気でパワフルな強い子だと思います。おばあちゃんのステージが素敵なステージになるように頑張りますのでよろしくお願いします。クールでかっこいいなっていう印象を受けました。やっぱ彼女 その可愛らしさというかそういうのがもっともっと出てきてもっともっと好きになりました。元気でやんちゃな感じですね。最近大人っぽくはなったんですけどまだまだなんかこう背伸びはしてる感じで相変わらず元気な感じでそこがまあ可愛くていいんですけど、はい、とても素敵な子だと思います。はい、今日はあの今回は、ね、カレーうどん選手権ですね。少しカレーうどんを並べていただいてどれが美味しい、どれが美味しいか。一個すごいまずくやり。カレー攻め。Time out to say I've had the most amazing experience here on the Board Tour 2005. It's been a wonderful opportunity for me, and I love BoA. I love her music. She's a very, very talented young lady, and I hope to look forward to working for you again. Thank you for this opportunity, and God bless you.
Thank you. This is RG. You know that. I've had fun being on your tour. You're an extremely good singer. I've enjoyed listening to you, and I've had the pleasure of working with you. So hopefully I will get the opportunity to work with you again in the future. Thank you. Just to watch her, she's so young, she's 18 years old, and she does so much. Sometimes I feel, how does she do it? She's just got so much, she has so much energy. Even when she's in pain, she hurt her leg, she still got out there and just did what she had to do, and I really, really love her. I think in the near future, she's going to be one of the greatest artists in the world. I really truly believe that. And I hope that I'll be there with her. Boy, I love you. You're great. Keep doing it. You're gonna be all right. Yes, even though. ステージに出るのは一瞬なんですけど、何をやってるかというと、ここで、みんなを見張ってます。みんながちゃんと演奏してる。僕がボタンを押さないとライブが始まらないんで、このライブは僕にかかってると言えるのではないでしょうか。 Be the One っていう曲があるんですけど、その前に出た時に、ちょっとなんか絡んだりはしてますけども、そこはそうですね、見どころですかね。おばあちゃんも本当に素敵なんで、自分のドラムパートを忘れないように気をつけなきゃならないので見てますけど、もう本当に小さい体でよく歌って踊って、もうすごいエネルギーっていうか、もう頑張り屋さんだし、すごいなと思いますね。もっともっとちっちゃくちっちゃく、取るぞ、食べて。いよいよ最後、いや、なんか意外に早かったな、もうあと10分ぐらいやりたいなって気持ちです。はい、待って、はい、よしよし、いい子だよ。言うこと聞いてます。はい、これでストップ。はい、おー、はい、普通の本です。はい、見てください。何もないです、はい、じゃあ誰か手をつけてください。魔法をかけました。はい、ジーニャーニャモノクロに変わります。これがボアマジック。みんなこれはいいじゃん。ダメ今のまんまの、完成と、なんだろう、賢さっていうのかな、そのまんま、もっと一回り二回りも周りも、大きいアーティストになってほしいと思いますね。年々、ダンスにしても歌にしてもパフォーマンスにしても、成長し続けてる彼女を僕たちも支えて、まあ、来年再来年もっともっといい、コンサートができるようにしていければなと思ってます。初日福岡だったんですけど、怪我したりして結構大丈夫です。そう、結構いろいろ心配になったりして、いろいろプレッシャーとかがあったんですけど、やっぱり応援してくれる皆さんがいたのでここまで来れたと思います。本当にありがとうございます。ファイナルを上げていきます。
イコールボアですね。あとボアイコールファンだし、ある程度バランスが、ファンとボアのバランスがずっとキープできないと両方とも続けていけない。だからファンもボアも同じバランスで、それを崩せずに、あのお互い頑張っていかないと、私もいないしファンもいないし、だから皆さんが私を大切にしてくれるぐらい、私もみんなをすごく大事に思ってるし、こうお互いすごくこう守っていかないといけない存在ですね。投げたボールが欲しかったから取れなかったのなんか嬉しかった。